俺はこのノスタルジックな感じはいいなと思います。スティーブさん、どうせやるなら A14 とか A15 とかの方がいいんじゃないかと。わかる、人それぞれだよね。なんかちょっとでもガガ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 ガわかるよね。スティーブさん、やめた方がいいよって。何言ってるのかわかんないよっていうコメントでもいいので覚えてください。皆さんこんにちは、スティーブ的視点のスティーブです。私のガレージ、私のマンケーブ、ドリームガレージ、呼び方いっぱいあるんだけど、日本語だと秘密基地、秘密じゃないんだけどね、みんなに見せてるので、でも大好きなところです。この中に今もう車いっぱいいっぱい3台用に作られてるガレージなんだけど、4台入れてます。ここに箱塚もあるはず、このサニトラが奥にあったんですね。この間までもういっぱいいっぱいで動けない感じの、でも楽しいガレージですね。大好きなところです。車は自分の大好きな車ばっかり、もう自分の大好きなものをいっぱい飾って、まあ不動産屋であるスティーブはこうなんかガレージ大好きだよね。家はね、住むところなんだけど、こういう場所もあるとさらにいいですね。今日の話はそれだけじゃなくて、まあそれもそれでいいんだけど、このサニトラ、先日、あーちゃん、息子のあーちゃんと二人で長官にしてみましたね。まあマフラーを外した。で、エンジンをかけてみた。それはね、スティーブさん、マフラーした方が、つけた方がいいよって。もちろんです。そのままでは、直感では走らせるつもりはありませんが、やっぱりでも、一回かけてみるのは楽しいことだよね。ね。よりも、これからこのトラックはどうするかって、これからのプロジェクトの計画っていうんですかね、いろいろ考えていきたいなと思います。一つは、この間、ちょっとこう、そのマフラー外した後の動画で言ったように、ヘッドガスケットはもしかしたらブローしているんじゃないかと思います。ね。エンジンルームを覗きましょう。かわいいよね。チビのエンジン。正直に、このエンジンについてはあんまり詳しくありません。これ A12 のエンジンだというふうに私は聞いてます。理解しています。そして A12 にオプションパーツで面白いのがついてるんですね。このマニホールドは多分こう三国ですよね。ノキャブ三国2つついてるんだよね。俺の箱塚に3つがついてて、結構これ40ミリなのかな、まだ分かんないんですけど、これからいろいろ調べるんだけど、サイドドラフトのキャブがこのエンジンについてて、それでその下にさらにこの下とか、まあここからでも覗けるんだけど、タコ足のマフラーもついてるようですね。というのは多分なかなかいいエンジンだと思う。いやでもスティーブさん、どうせやるなら A14 とか A15 とかの方がいいんじゃないかと。わかるよね。A エンジンもある。いやでもスティーブさん、 A よりね、 L とかこうだ、 A だ、 E だ、 RB とかこうだ、 E だ。わかる。人それぞれだよね。俺はこのノスタルジックな感じはいいなと思います。悪いエンジンではないと思います。しかし先日ちょっと言ったように、セマショーが終わった後、オーバーヒートしちゃったようですね。私はその場に いなかったのでよくわからないんですが、オーバーヒートしたらしくて、そのあたりから結構白い煙が、出て、いっているんですね、エンジンから。というのは、先日ちょっとだけオイルを覗いてみたところ、まあね、こう、まあ、ガソリン臭いんだよね。ちょっとそれもあるし、お水薄いんだよね。結構薄いんですね。エンジンの音からいくと、なんかもしかしたらコンプレッションがどっかからね、抜けてるんじゃないかと。もちろんそのままエンジンが積んだまま、いろいろこのままでは確認とかはできるんだけれども、見てください。こんなに可愛い綺麗なね、ピカピカの外側のサニトラのエンジンルームを綺麗にしたいんだよね。綺麗にしたくない？ほら、
やっぱり白はいいんだけど、エンジンを出してこの辺りをまあピカピカじゃなくても綺麗にしたいなと思う。ヘッドカバーもしかしてこの車と同じ色に合わせて作るのかとか、違う色にするのかとか、メッキにするのかとか、いろいろ考えなきゃいけないってことはあると思うしね。で、どうせね、下ろした、取り出した後に、まあ、エンジンのチェックをね、開けてみること。そして、ひょっとしたら、チューニングできるところがあれば、マフラーはつけますよ。マフラーつける。けど、チリのエンジンの割には、いい音欲しいよな。なんかちょっとでもガッ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 、わかるよね。わかるよね。このトラックの見た目見れば、そういう音しないと面白くないなと、私は思います。なんで、で、キャブそのままにしたいです。友達のジーノさん、ジャーマンオートスペシャリスト、市民バル近くにいる業者さんのにお願いして、車を持ってて、エンジンをとりあえず、まあ、下ろすっていうんですか、取り下ろすんで、下ろすんですよね、出します。で、そこから少しずつ少しずつエンジンから、ひょっとしたらミッションも今4速のマニュアルなのは5速にしたらどうかなっていうのも考えも、まあ、いろいろあるんだけど、徐々に少しずつこうやっていきたいなと思うので、皆さんどう思いますか。次はこのトラックどうしたらいいのか、ご意見があれば。このままのエンジンですよ、わかる。変えるつもりは今ないですよ。将来は分かんないんだけど、できるだけこのエンジンが大幅に壊れてない限りはこれでいこうかなと考えているので、ご意見と、アイディアと提案と、スティーブさんやめた方がいいよってね、やらない方がいいよって、ま、何言ってるのか分かんないよっていうコメントでもいいので残してください、下にね。で、徐々にこのプロジェクトを進めていきます。皆様ご指摘の通りですね、プラス端末からつけること、この間失礼しました。プラス端末からバッテリーをつなぎます。マイナス端末はその次に入ります。外すときはその反対ですね、マイナスからプラスということは正しいやり方だと思いますね。先日すみませんでした。ちょっと狭いから、あと煙が多分すごいと思うから外に出して。なぜ外に出してるかというと、これはジーノさんのところに持ってくから、箱スカは奥に入れるつもりです。入るかな。あとこいつのエンジンが今かかるかな。最後に直感で許してください。かかるかな。バッテリーが打ち合ってるかもしれないね。知らせたい、早く綺麗にしたい、早く仕上げたいんだよね。このトラックはすごい可愛いから、エンジンルームとエンジンまでバッチリにちょっとこう下ろしてやっていきましょうかね。やりましょう。登録していただけると進行状況などはすぐにも分かりますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。そしてスティーブのグッズは Amazon Japan、
Amazon Japan でスティーブ的視点、Steve's POV を検索していただけると、たくさんのステッカーなども出てくるので、皆さんこの感じでやっていきましょう。このサニトラもこの感じでやっていきます。では、次回までよろしくお願いします。サムサム。